キキロです。す。ヒノキになります両サイドねストレートカットされたヒノキの板ですね紙棚とかねそういう風な感じの、えーまあ、サイズかなっていうとこですね長さが1540で、えー、両側がね、えー、パチッとねストレートカットになっててサイズは上から下まで幅は一緒になってます幅の方が420なんですね そして、えー、厚みの方が 38mm になりますシンプルなおとなしい感じのね白田が少しねちょっと乗ってるけど赤みがすごく多くてここにね1箇所ね節があってそういった感じですねでここにちょっとねあのー、まささくれっぽい感じのこう割れというかね入ってたんだけどまずあのー、接着剤でね、えー、パテでちょっと止めてます 赤みも結構多いんだけど芯からもね、あのー、結構離れたところでねネズミもまあまあね基礎ヒノキとは比べ物にならないにしてもまず普通のねあのヒノキの柱材とかに比べればねあのまあまあ細かい方かなと思いますねで芯からも遠いしあの原木の中ではまあまあいいね位置取りのところなのかなと思いますオイルの方レねんちゃあ塗っていきましょうまずはね反対にして木裏から塗っていきましょう 木裏は木裏で、えー、やっぱりまあ、あのー、もちろんね赤みの幅はあの広いですし白田がねちょっとここの端に少し入ってるぐらいで基本的にはもう赤みが多くてねここにここ節がね入っててこの節がねなんかここと関係してるのかどう,どういう感じなのかねあれですけどこういう風な感じの節が入ってますね上の方をね切り落とすって感じだとまず木裏の方もね、えー、節なしのところでね えー、無節として使えるのかなと思いますねキューラーの方はね以上になりますあとはまたね反対にして、えー、キューモテを塗っていきましょう オイルの色でね濡れ色が出て赤身と白髪がもうちょっとねさっきよりもはっきり出たかなと思いますね表にしたり裏にしたりしてる中でねヒノキの、ねえー、香りがまあする木なんですけどもヒノキとかヒバとかねあの香り高いものなので。 えー、それをねずっとこう生活の中でね感じていたいっていう風な感じで、えー、購入ね希望される方が多いんですけども最初お家に入れた時に少しこう香り立って、えー、するんですけど大体はあのーまあ、香りに鼻、まあ、が慣れてしまってお家に住んでる人とかねそれを使う人はもう、あのー、1週間もしないうちに。 えー、このヒノキの香りっていうのはそんなにこう意識しないとこう感じなくなってくるんじゃないかなと思いますね1年2年3年ってつとまずもうほとんどヒノキの香りとかはあの住んでる方とか使ってる方はもうほぼ分かんないのかなと思いますねたまに来るねお客さんとか、えー、そういった方がねあのお部屋に入ってヒノキの香りがねする例みたいな感じで言われたりするぐらいなのかなと。 は思うんですけどもただそれもまたそこの材料をね、えー、サンドペーパーで磨いたりとかですね、えー、表面をね生地の状態をまた出すとあの元々の,そのヒノキの香りがねこれはもう何年経っても何十年経っても、えー、切断したりね、えー、あとはあの削ったりカンナで削ったりすればさらにねあの香りが立ってくるかなと思うんですけど、まあ、そういう風な感じで新しい面が、ね、出るとまたこう香りが出てきて。 っていう風な感じですねあの植物油はやっぱりあのサラダオイルと同じような感じで油の香りがするのでまあ油の香りというか油の匂いですねオイルを塗ると少しヒノキの香りはね本来の,あの生地の状態よりはあの目立たなくなっちゃうんじゃないかなと思いますね結構ねオイル塗った直後だとこう油臭いっていう風な感じでねえオイルの匂いをね気にされる方がまあ少ないんだけどあのいることはいますね はい、オイルを塗るっていうのはそういうことでもあるのでねでそれが、まあえー、まただんだんね、えー、ま鼻が慣れてくるというか、えー、少しずつね、えー、まあ気にならなくなってくるのかなと思いますねサイズ的には大きいねあの職人さんタイプのまな板みたいなサイズなんだけど赤みが多くて白髪少なくてね木的にはまな板に使っても問題なさそうなんだけど やっぱりこう板目なので、あの木表側にやっぱ反ってくるかなと思うので、仕事として毎日、これをまな板として使うとすると、あのこうね、反ってきて、ガタガタする、ね、のをこう直すために、ちょっとこう、布、え、巾、ー、を、ね、挟んだりとか、そういった処理をしながら、使うような感じになるかなと思いますねまず水物で使うとすればね、えー、反り出てきちゃうんじゃないかなと思いますね。 なのでやっぱりまな板だったらやっぱあのずっと毎日、ね、職人さん的に使うならやっぱがいいいのかなと思いますねこれはこれで、ね、赤みが張っててね、えー、節も上の方にちょっと乗ってる感じなので、まあ、本当にあの上品な感じでねストレートカットで,そうです、ね、輪にももちろんアウトかなと思うし。 用の,のねお部屋でもちょっとしたポイントでねカウンター板に使えるかなと思いますキノキの一枚板をねオイル仕上げしてみましたご視聴ありがとうございます